時代劇の中心人物っていうことは演じてこなかったので、うん、この年になって時代劇で真ん中立たせてもらえるっていうのがすごく感慨深かったですし、個人のその私利私欲ではなくって、100年後のじゃあ子供たち、じゃあこの国がどう豊かになっていくべきなのかっていうことを一人一人がもっと真摯に考えてあげるっていう世の中をすごく五代さん目指していたはずだし、五代さんが思い描いていた素晴らしい将来の日本っていうことを微力ながらお客様に届けられるんじゃないかなっていうような期待をしたいなっていうふうに思ってます。どの時代にも天下のものは、ね、いて、誰しもが天下のものになれる可能性を持っていてということなんでしょうね。完全燃焼しました。うん。悔いないですね。今回の作品は一生懸命できました。